日のゲストは関西でラジオパーソナリティとロックシンガーをされているバンディ志田さんです、はい、よろしくお願いします。はい、こんにちは。バンディさん、自分紹介してください、うん、もう一回。バンディです、バンディ志田と言います。ラジオでね、はい、関西、近畿圏のラジオ局で、はい、まあ、フリーランスで、はい、いろんな番組を作ったり喋ったり、はい、あと音楽ですね。ロックバンド一つやっていて、はい、ミシェル京子さんにマネジメントしていただいて、そうですね、マネージャー一応させていただいてます、はい、ロックンロールサーカスというバンドをやってます、はいはいはい、楽しくさせてもらってます、はい、今日はバンディさんにといろいろお話をさせてもらおうと思いまして、うん、ゲストにお越しいただいたんですけれども、はい、最近気になる、いろいろ今、ね、ニュースでも話題になってるんですけれども、うん、バンディさん思われてることとかありましたらお話聞かさせていただけますか。ですね、はい、やっぱりこの3月11日に起こった東日本大震災のことがやっぱり気になります、はい、それで、はい、僕もですね、ミシェルさんも阪神淡路大震災で被災していて、はい、そうですね、それで、まあ、その中で瓦礫の中から出てきて、はい、で、まあ、避難所であったりとか、はい、それから仮設住宅であったりとか、そういう暮らしをしてきた中で、はい、この震災が起こった日からね、はい、やっぱりちょっと心がまた変わってしまって、はいはい、16年前のことが本当に昨日のことのように、そうですね、はい、思ってるって感じですね、はいはい、私もやっぱり被災した一人ですので、はい、ね、本当にそのもう鮮明に思い出しましたね、やっぱり、うん、ミシェルさんは、はい、被災した日はどんな感じだったんですか。私は、まあ、5時46分で実は起きてまして、うん、お弁当作ってたんですよ、うん、もう火使ってて、うん、もう地震っていうのは雷が落ちたのかなと思って、うん、まあ、外出たら、場所どこやったんですか。芦屋ですね。芦屋、もう芦屋すごかったですからね、はいはい、前のうちがもう2階が1階になってたので、うん、私はもう生きてるだけでね、あれ、うん、前のお家がの方亡くなってるっていうのはすぐ、まあ、分かったんですけども、うん、私はもう怪我一つしなくて、一応全壊だったんですけれども、うん、建物がねもうダメだからって全壊張られたんですけど、うん、もうぺちゃんこにもなってないし、もう怪我もしてないし、うん、もう本当に命があるだけでもすごいなんかラッキーって変な言い方な、まあ、すごい幸せだなっていうのは思いましたね、うん、はい、僕もですね、瓦礫の中からあの日の、はい、まあ、朝は本当に真っ暗で何も分かんないんだけど、はい、お昼ぐらいになって、はい、とにかく瓦礫の中からどうやって出てきたかも覚えてないんだけど、はい、出てきて、はい、で、まあ、命があって、はい、でよくある話でスペースが本当に生まれてて、その中でスポッと守られるように、はい、命をいただいたっていう感じでね、はい、でその時に感じたことが命のありがたさっていうか、うん、コンコンと泉のように湧いてきて、はい、その感覚っていうのはもう体の中に残ってないんだけど、記憶はしっかりとあって、はい、でその時に本当に生きてるだけで素敵やなって思いました。そうですよね、うん、本当にもう命のありがたさですよね、うん、なんかもう何でもできるっていうか、うん、まあ生きてたっていうだけでもね、うん、本当に感謝しないとっていうのがありましたよね。で今回の震災は僕らの時とはまた違って、本当にその生き残るチャンスがね、はい、僕らの時は瓦礫、うん、そうですね、はい、だから、はい、スペースがあれば、はい、生き残るチャンスっていうのはすごいあったんやけど、はいはい、津波とかね、はい、それから原発のことも僕らには体験したことのないことないですよね。だから本当にそれはどんな思いやったんかなとか、それから何ができるんやったんかなとか、で、はい、やっぱずっとニュース見ててね、はい、なんかね本当にこの番組ってもう終わりなんで、ね、そうですね、もう3月いっぱいで終わります、はい、でその最後にねなんかちょっと重くなって、はい、ちょっと申し訳ないんですけど、はい、もうなんかもうしょっちゅう泣くんですよ。あ、思い出す、あ、今の どういう思いで、やっぱりいろんな思いが込み上げてくるんですよね、バンディさん。そのね、感情はもういろいろなんですよ、はい、それ生きててよかったという話もありますし、はい、それからやっぱりこう身内なくされた方の悲しみ、うん、そうですね、はい、うん、それから、うん、あとはその共感するっていうこと、うんうん、共感、はい、
例えば震災の直後その日なんですけども、はい、16年前の あの日はですね、はい、僕は西の目の上ヶ原というところで被災したんですね。だから、はい、本当向こう側を越えたら、はい、救援部隊が入ってこれるところで、はい、すぐに助けがいろんな人が来たんですけど、はい、本当にそのいろんな人に救われてね、 あったかいこうなんていうのかな思いが、で人間って捨てたもんじゃないなとかね、うん、とにかく地震っていうのもいろんなドラマ含んだので、はい、一言では言えないんですけどね、はい、そうですよね、うん、で今ニュースを見ながら何できるか分かんないけど、はい、何かしたい、でもそれは何か分かんない、だからとりあえず毎日こまめに募金をしよう、はいはい、募金をね、募金、そうですね、うん、もういろんなとこでね今されてますのでね、うん、本当に気づいたらね、少しでもいいですからね入れていただいたらって思いますよね、うん、はい、うん、そんなことをまあなんか最近毎日思ってますねそうですか、うん、はい、私も、うん、やっぱりいろいろ思い出しますもんね、その時のこと、うん、初心に戻ってっていうか、うん、ねやっぱり大事なものっていうかね、うん、命をね大切にして、うんうん、僕らって何ができるのかなって本当に思うんですけど、はい、うん、一つはね、はい、発言を続けて、はい、でまあ例えばこの番組でもラジオですけども、はい、善意の投げかけをすることぐらいは僕らでもね、はい、そうですね、はい、できるんじゃないかなって思うんですよ、はいはい、まあリアリティのある人リアリティのない人それぞれあるけども、はい、やっぱり同じ国に住んでいて、はい、で共感して僕東北地方になんか友達がいてるわけではないですけども、はい、なんか人事ではない感じがあって、うん、そうですね、はい、うん、はい、そんなことを思います、うん、はい、エヴァンジーさんのこれからの目標っていうのはやっぱりなんか音楽とか、ごめんなさい急に話変わるんですけども、はい、何かありますか、これからの目標ですか、はい、僕はね、ちょっとなんか世の中で言うとアウトサイダー的なところもあったりして、はい、特別なんか成功したいとかね、はいはい、なんかそんな思わなくて、はい、自分が気ままに生きていけたらいいなっていうところがあるんです、はいはい、うん、だから自分らしく生きれたらいいなって、はい、だってロックとか、うん、まあずっと続けてはりますもんね、続けてますね、すごいですね、うん、でもそれもね、はい、はい、売れずにずっとやってて、はい、で今後どうなるのか分かんないんだけど、はい、うん、なんか自分でありたい、あ、うんうん、ただ半分諦めてるのか分かんないんだけど自分らしく生きれたらいいなっていう、正直にやりたいことを、うん、それもはい、社会があるので、はい、本当に正直にやりたいことだけやれるかってそれは無理なんですけど、はい、その中でなるべく、はい、自分でいたいなって、あ、そうですね、思います、はい、はい、分かりました、ありがとうございます、バンディさんの、うん、座右の銘っていうのをお聞きしたいんですけれども、またちょっと震災の話に戻りますけど、はい、日に感じたことなんですけど、はい、何にもないのに全てがある、何もないのに全てがある、それはその、はい、さっき言ったように、はい、命が残ったんですけど、はい、全て物はなくなったんですね、はい、でも、はい、その時に生きてるっていうことでなんか本当丸儲けっていうか、はい、全てが OK だったんです、あの日、ああもう感謝、感謝というか、うん、もう五体まで擦り傷とかしてますけど、はいはい、瓦礫の中で出てきてますから血出てますけど、はい、そんなん知れてるんですよ、はい、うん、でとにかく体が同じで生きていたこと、はい、でこれ与えられた体、はい、与えられた人生って思いました、そうですよね、だってバンディさん普通そこで寝ないとこで寝てたんですよね、その死んだ時は、そうなんですよ、いつもじゃないところで寝てたんです、ね、いつも寝るとこで寝てたら多分足か、はい、大怪我してたと思うんですよね、本箱がね倒れたって、ね、それはね、その本当に重い本箱やったんですよ、はいはい、でそれがベッドの上で倒れてたんですけど、 いつもじゃない、なんかこう階段上がるのがめんどくさくて、はい、下の階のなんか仏壇のある部屋に寝てたんですけど、
そこにはスペースが生まれて、はい、で僕が寝てたところをちょうど囲むように全てが崩れてたんです、はい、あの明るくなると。それを見た時に、なんか、あ、俺命もう一回与えられた、うん、なんか生かされたんでしょうね多分。何かをしないといけない、うん、残してることがあるから生かされたんじゃないですか。うん、そうかもわかんないです。とにかく与えてもらったって思いました。だから俺自分で生きてる自分の体を持ってたけど、うん、はい、これ何か目に見えないね、まあ、両親が、うん、何か力があるんですね、うん、両親が僕を、はい、この世に送り出してくれたわけだけど、はい、そこに至るまでは何か目に見えない、はい、はい、大きな力があるのかな、力があるから命がね与えられたって感じですよね、うん、その辺から自分が好き。あ、それはいいことですよね。本当に前向きに。だって僕が僕のこの体とか僕の人生作ったんじゃないから、うん、はい、もらってるから、はい、いただいたものをありがたいと思わないと。そうですよね、もう感謝の心をね毎日忘れないように。うん、いや毎日感謝してるかどうかはそれは分かんないし愚痴言ってる日もあるけど、うん、でも何にもないのに全てがあるっていうのは、はい、あいつもはもうあれがないこれがない、僕は有名じゃないし、はい、でもそれでずっと仕事してるし、はい、でもリッチじゃないし、貯蓄もないし健康ですよ。でもマリさん、うん、でもね、はい、体があって生きてるんですよ。そうですね、本当に、うん、はい、そんなこと思います。はい、ありがとうございます、うん、ではあのバンディさんのお好きな曲をあの1曲をおかけしたいと思うんですけども、はい、ご紹介お願いしていいですか。まあ、今は東日本大震災で、はい、でこれはもう阪神大震災の時も思ったんですけども、はい、いつもだったらね洋楽のロックを、はい、そうですね、するとこなんですけども、はい、ロックかなと思ったんですけども、フォークソングなんですね、フォークソングで、赤い鳥の紙風船、はい、歌詞が簡単なんです、はい、落ちてきたら今度はもっと高く高く打ち上げようよ、この言葉しかないんです。あ、でもそれが今ね、はい、落ちたんやったらもう一遍上げようっていう。そうですね、上がるしかないですよね本当に、うんうん、で落ちることはね本当にありますよ、うん、でも聞いてたらねありますよね。それがでもコントラストかな、はい、わかりました、はい、ありがとうございます。